こんにちは、ココアです。今日はお家にあるものの総額を数えてみたという企画第4弾ということで、今回はフェンディの私が持っている全アイテムの総額を数えていきたいと思います。イエイ。はい、ということで、今までにフェンディの持っているお洋服全部紹介したりとかっていうことはあったんですけど、今回バッグとか靴とかも全て入れた総額をね、数えていきたいなと思います。で、前回の動画ではグッチの総額だったりディオールの総額数えてみたんですけど、フェンディもたくさんお洋服が、フェンディは小物というよりお洋服がたくさんあるので、そちらをね、数えていきたいと思います。で、もしまだ前回の動画見ていないという方がいたら見ていってください。この動画が気になったよという方がいたら、チャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ってことでやっていこうと思います。ということで、まず1着目はこちらの最近御殿場のアウトレットで買ってもらったジージャンなんですけど、こんな感じで後ろがロゴになってて可愛い、ちょっとダボっとした感じのジージャンで、これはアウトレットですごい安くなっていたので10万円ぐらいで買ってもらいました。で、ちなみに今回もアイテム紹介とかはあまり詳しくできないと思うんですけど、アイテム一つずつ詳しく気になった方はちょっと前の動画のフェンディの全お洋服紹介の動画見ていただけたらなと思います。ちなみにこれは最近買ったので、そちらの動画では紹介してないんですけど、計算していきます。はい、で、これが10万円ぐらい、でも 50% オフぐらいだったので、定価は20万超えとかだったと思います。で、続いてこちらの、これはもうずっと前から着ているフェンディのシャツワンピースになっていて、ピエロみたいなね、ワンピースなんですけど、これも普通に定価とかで確か買ったと思うので10万円ぐらいだったと思います。はい、これでだいたい20万円になりました。本当にすごい大体の金額でね、計算してるんですけど。で、次こちらの、夏になったらもうめちゃめちゃ着ているワンピースで、これはどこに行っても可愛いって店員さんとかにも言われる、友達とかにも言われるワンピースで、これがちょっと安くて6万円ぐらいとかだったと思います。で、これはすごいコットン素材でめちゃめちゃ着やすいのがお気に入りです。で、なんかフェンディモンスターとかもついててすごく可愛いワンピースになっています。これで26万円です。続いてはこちらの、今年の春に買ったフェンディのワンピース。フェンディはワンピースがね、全体的に多いんですけど、これもすごく可愛い長袖なので、春とかにでも春っぽく着られるワンピースで、これも7万円とかだったと思います。これで33万円です。続いて服がまだね、たくさんあるんですけど、先にバッグ系を数えていきたいと思います。まずこちらのすごく小さい FF 柄のハンドバッグ、ミニバッグみたいな感じなんですけど、これが8万円ぐらいとか10万円ぐらいとかあったと思います。なので10万円ぐらいで数えていきます。これで43万円です。で、あとバッグ系がもう一つあって、こちらのフェンディモンスターのリュックで、これも結構前に買ってもらったものになってるんですけど、すごく大きめで使いやすいリュックで10万円ぐらいとかで買ってもらったと思います。確かそれぐらいで稼いでいきます。これで53万円です。ということで、バッグはこんな感じで以上なので、ちょっとね、フェンディのバッグは少ないんですけど、引き続き服系の金額を数えていきたいと思います。で、フェンディのバッグはもう一つあって、それはノベルティなので、ノベルティとかは金額がないので、なので今回ノベルティとかフェンディで結構もらっていたんですけど、数えないって感じでやっていきます。はい、ということで洋服引き続き数えていきます。続いて数えていくのが、こちらのめっちゃ最近買ってもらった、今年の夏に買ってもらったワンピースで、なんかこう見ると普通のワンピースなんですけど、よく見ると FF 柄が、洋服がたくさんある柄でついていたりとかっていう、めっちゃ可愛いワンピースになってて、これが12万とかそれぐらいだったと思います。はい、これで65万円になりました。次はこちらの、これもワンピースで、夏に着ると可愛いワンピースで、こんな感じのね、ワンピースなんですけど、これが7万円ぐらいとかだったと思います。はい、これで72万円になりました。次はこちらのね、これはさっき紹介したワンピースと形外で同じシーズンに買ったワンピースになるんですけど、これもすごい可愛いワンピースで、めっちゃ夏に着てるやつです。こんな感じでモンスターがついていてっていう、で、これが10万円ぐらいとかで買ってもらったと思います。これも結構前に買ってもらったんですけど、すごく気に入って使っています。ということで、これで82万円になりました。次数えていきます。はい、で、続いてはこちらのT シャツと、あと中に入っているパンツが
あってセットで着ているんですけど、こんな感じのねパンツで上下バラ売りだったんですけど、 T シャツが確か5万円ぐらいで、パンツが4万円ぐらいとかで買ってもらったと思います。これもねすごくセットアップで着なくても可愛いし、でもセットアップで着ても可愛いものになっていて、よく夏に着ています。めっちゃ涼しいのでね、たくさん着ているものになっています。はい、で上が5万円ぐらいで下が4万円ぐらいなので、上下で9万円ぐらい、これで91万円、あと少しで100万円です。まだまだね洋服あるので稼いでいきます。ということで続いて一気に冬物なんですけど、こちらの全体的にフェンディモンスターがついているワンピースで、こんな感じのワンピースになるんですけど、これはなんかすごく着やすいので普段用としてたくさん着ているもので、このフェンディはフェンディモンスターが可愛くてすごいハマってたですけど、フェンディモンスターのものをよく買ってます。でこれがだいたい7万円ぐらいとかで買ってもらいました。ということでこれで98万円、もう少しで100万円です。ということで次はこれもね同じシーズンに買った冬物のものになるんですけど、これはさっきのフェンディモンスターがここにバーンと大きくなっていて、後ろがこんな感じになっているワンピース、スウェットワンピースで、これもすごく冬にあったかくて着やすくて着ているワンピースで、これが6万円とかだったと思います。確か同じぐらいのお値段だったかなと思います。はい、ということでこれで104万円になりました。続いてこちらのパーカーワンピースで、すごいダボっとしたパーカーになっていて、ワンピースとしても着られるし、下にパンツとか履いても可愛いパーカーワンピースで、これはなんかダボっとしたパーカーが欲しかった時に買ってもらったもので、これちょっと安くて5万とか5万5千円ぐらいとかだったと思います。ということでこれで109万5千円になりました。で続いて次はこちらの、これも冬物のワンピースでフェンディモンスター、これはリュック紹介したんですけど、それと同じ柄のフェンディモンスターって感じのグレーのスウェットワンピースで、これはなんかファミリーセールでちょっと安く買って4万とか5万ぐらいとかだったと思います。多分ファミリーセール購入品紹介の時の動画で大体のお値段言っていると思うんですけど、確か5万とか4、5万ぐらいだったかなと思います。ということで114万5千円になりました。あと洋服は多分1着だけだと思うんですけど、こちらもこれも今年の春に買ってもらった夏物のオフショルにもなるしっていうワンピースで、この裾の部分にフェンディのロゴがある感じのワンピースに、こんな感じのワンピースになってて、これもすっごい派手で可愛いんですけど、あんまり派手すぎて着られてないワンピースで、これが6万7万ぐらいとかだったと思います。はい、で洋服はこれでラストになります。ということでこれで121万5千円です。200万はいかないかなと思うんですけど、あとは靴で、靴はフェンディはサンダル系を持っていて、まずはこちらのね、このすごい楽ちんなサンダルでフェンディのロゴがあって感じのサンダルで、これが6万とかそれぐらいだったと思います。はい、ということで127万5千円になりました。あと一つなのでだいたい全部合わせて130万ちょっととかだと思います。ということで最後数えていくんですけど、最後はこちらのサンダル、同じサンダルでこんな感じのフェンディモンスターが可愛いサンダルで、これもめっちゃ履いてるんですけど、これがこれもね6万ぐらいとかだったと思います。ということで数えていきます。はい、ということで全部数えてみました。全部合計した金額がこちらです。じゃーん、ちょっと見えにくいと思うのでこんな感じで、はい、写真をね撮っておいたんですけど、全部合わせると
133万5000円になりました。はい、ということで意外となんか自分の思っていたより少ない金額になったんですけど、前回グッチ数えた時もめちゃめちゃやばかったので金額が、なのでね、それと比べると結構少ない方かなと思うんですけど、こんな感じになりました。結構フェンディのお洋服がある割には、フェンディはお洋服とかよく買っていたりとか、夏物が多いので安いんじゃないかなと思います。夏にはフェンディで、冬とかはグッチとかディオールとかよく着ているんですけど、夏物のフェンディはめちゃめちゃ可愛くてよくね夏に買っているんですけど、あとバッグとか靴とかアクセサリーとかサングラスとか持ってなかったので、それに比べたらグッチよりは少なかったんじゃないかなと思うんですけど、全部数えてみた総額はこんな感じになりました。はい、ということで今回は私が持っているフェンディの全アイテムを使った総額を数えてみました。今回は第4弾お家にある総額数えてみた企画ということでやってみたんですけど、多分フェンディでラストかなと思うんですけども、ね、あとあんまり数えるものはないと思うので、今回でこの企画は最後になるんですけど、またね来年とかアイテム増えたりしたらやりたいなと思うので楽しみにしていてください。まだチャンネル登録していないっていう方はチャンネル登録ボタンを押していってください。そして私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画をアップしているので、平日は17時、そして土日祝日は朝8時に投稿しているので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。